皆さんこんにちは。テーマパークコンサルタント清水郡郡ちゃんです。テーマパークコンサルタントって食えるのか第3弾なんですが、今日はテーマパークコンサルタントの裏稼業のお話をしたいなと思います。裏稼業っていうとなんかいけないことをしているような感じもしますが、私テーマパークのコンサル以外も、講演とか研修の講師やったりですね、あとは、私事務所大阪なんですけど、大阪市のトップランナー育成事業という、大阪市の事業ですねに、コーディネーターという立場で、参加していますので、いろんな大阪市の中でも優れた技術とかビジネスモデル持ってらっしゃる中小企業、中小企業じゃなくてもよかったのか、中小企業かな、この辺の定義曖昧なのがなんか適当な僕らしいんですけども、今後加速していくだろうなっていう会社さんで、まだこうスタートアップ期のような会社さんを応援していきましょうというような事業なんですが、大阪市の事業でなんか適当に言うのもちょっとあれですね。大阪市トップランナー育成事業ってこう調べてみてください。それで、ちゃんとした説明書いてます。そこのコーディネーターとかやってます。でちゃんとした仕事で、裏稼業ってなんで言ってるのかというと、裏稼業っていうとなんか自分のテンションが上がったからなんですね。本当に個人的なお話で、やっぱ言葉のチョイスってなかなかいいなっていうか、自分のねモチベーション上げるなと思うんですが、電話バックのコンサル以外でもいろいろ仕事をしているんですね。じゃあテーマパークの仕事だけで、食えないんですかっていうと、正直十分食べていけるだけの報酬はいただいてます。ただ第1弾の動画ですかねで言ったように、市場がですね非常に狭いんですね。で私の場合、国内で、もし仕事できなくなったらもう今度海外でやればいいわと思っているので、テーマパークの仕事はなくならないなとは思ってはいるんですけど、ただいろいろ私も中小企業診断士という資格を持っているんですが、経営のコンサルタントとして自分の経営のこうリスクのヘッジのためにいろいろな事業も行っているということです。テーマパークの仕事で海外も特に多いのが電話のコンサルですね。もちろん現地行ってもいいんですけど、なかなかやっぱり時間かかったりとか、費用もかかるので、電話とか、ズーム、このコロナの新型コロナの影響でテレワークリモートワークでこうズームというね、ものが結構有名になってきてますけど、そういうズームとか使って、コンサルティング実際するということもありますので、日本じゃなくても海外でもできる仕事かなとも思っています。ただやっぱり、私もテーマパークのコンサルって、今5社さんお仕事させていただいてるんですけど、やっぱりもし1社の契約がね終わったら結構大きいんですよ。5から4になるとかはまだあれですけど、もし2から1とかになったらですね、半分になるわけですからね。いきなり、収入半分になるというような感じですので、やっぱりいろいろそれに備えておくという意味で、裏稼業としていろんな仕事をやってます。なので、そこは、ディズニーで働いてた時も USJ で働いてた時も、そこはすごく自分の中で危機感を持っていたんですね。やっぱりこうディズニーも USJ もそうなんですけど、ディズニーは舞浜、USJ は大阪のね此花区、桜島というところにありますけど、そこがもし、例えば地震が起きて津波が来ました、全部流されました、どうしようもないんですよね。
まあ、で、そうなってしまうともう事業としてやっていけないじゃないですか。なのでやっぱりこうオリエンタルランドで働いてた時って舞浜以外のところ、まあ、外に出ていかないといけないんだろうなって思ってましたし、まあ、実際オリエンタルランドもそれは考えてたと思うんですよね。まあいろいろ多角化はしてました。そんなに軌道に乗ってるのもあるかなとは思うんですけど、でもねやっぱり東京ディズニーリゾートの成功が大きすぎるんで、まあそれをね補うだけの事業ができているわけではないですからね。で USJ も一時あの沖縄に進出する話があってなくなりましたけど、まあ、私も USJ いたら、あれは結構がっつり関われる立場ではあったんですけど、おそらくなくなるだろうなと思ったのも、まあ、独立のきっかけだったんですけど、あのもし、まあ、なんて言うんでしょう、あれ沖縄がなくなるってことは多分まあ会社として収益性とかいろいろ判断してそこに投資しない方がいいだろうという、まあ、判断だと思うんですけど、私は別に失敗してもよかったって思うんですよね。まあ一個人なんで、その時は一サラリーマンでしたから、適当なこと言いますか、勝手なこと言いますけど、失敗してもよかったと思うんですよ。やっぱりこう外に出ていく。で、もし沖縄で失敗したら、それを経験値としてまた次のことやればいいって思ってたんですね。そうじゃないといつまで経ってもやっぱり外出れないですから。やっぱりこう、一つの事業とかあと一つの土地に一極集中しすぎるってやっぱ僕ねリスクがあると思うんですよ。実際オリエンタルランド行った時に、大阪のエキスポランドでジェットコースターの事故があって、遊園地がまあ潰れたんですよね。なんかやっぱり一つの仕事だけとかそれしかできないって、まあそれはそれで強みなんですけど、もうちょっとなんか多角的にやっておかないと経営者としてダメなんじゃないかなって、個人的には思うのでテーマパーク以外のお仕事も実際しています。まあねニッチな業界で、自分の得意なことを生かして仕事をするっていうのはもちろんそれが成功への近道かなって思うんですが、それだけだと、まあ、こういう新型コロナの時もそうですよね。何かあった時にもう補填できないということにもなりますので、ちょっとね、まあ、広げすぎはいけないですけど、まあ、一つ二つ軸を増やすというのも考えてみてはいかがでしょうかという内容でした。いかがでしたでしょうか。まあ、あのさっきのね大阪市トップランナー育成事業とか、あとあの商工会議所みたいなところの経営相談員とか、あとね講演とか、まあ、それだけでも、まあ、なんとか生活はできるぐらいの収入は、まあ、一応いただいてますので、やっぱりそういう仕事を、まあ、特にフリーランスの人とか、ね一人社長の人だったらぜひ考えてみていただきたいなと思います。はい、では本日は以上です。それでは皆さんいってらっしゃい。